まあ今ちょっとあの千葉市議会の方では様々ニュースにもちょっと出たりしておりますけれども。 まあ、あの日本維新の会、無所属の会に所属する、えー、議員がです、ね、請願を、まあ、自作自演で、えー、作っていたというようなことが明らかになりまして、辞職勧告決議というものが提出されまして、私たち、日本共産党の千葉市議団を含めまして、全員の44名全員の賛成ということで可決したというような状況でございます。 まあ、この詳しい内容につきまして、あの日本共産党の、えー、千葉市議団のホームページの方に、えー、市議団としての声明というような形で出しておりますので、まあ、ぜひ読んでいただけたらなというふうに思います。まあ、今回の請願、まあ、私ども、日本共産党はあの当初ね、まあ、賛成というような立場だったんですけれども、まあ、そもそもがあの6月に私たちが出した、 あの討論原稿の提供問題の是正を求めるというような請願書が6月に、6月議会で出しておりまして、まあ、4月10日には市長宛てと、まあ、議長宛という方で、この申し入れを行ったところではございましたけれども、 まあそういうような流れがあって、今回の維新の会の、無所属の会の会派の議員が、まあ、それと同様のものを出したというような形になっておりますので、まあ、ことの経緯とか、まあ、これからね、ちょっとどうなっていくかっていうのは、まだ、えー、見守っていく必要がありますけれども、そういうような流れというようなことになっております。はい、ということでございますので、えー、ぜひ声明文の方を読んでいただきたいというふうに思います。